こんにちは。本日もご視聴いただきありがとうございます。今回はリチャードソンジリスです。何回か言ってます通り、リチャードソンジリスの飼育下での情報まだまだ少ないということで、今後ですね、リチャードソンジリスについては細かくいろんな情報を発信できればいいなと思っております。ということで、今回はリチャードソンジリスのオスメスの違いをお話ししようかなと思います。いろんな動物オスメスの違いがあるように、もちろんリチャードソンジリスにもオスメスの違いがありますので、今後リチャードソンジリスの飼育を考えている方、オスを飼った方がいいのかメスを飼った方がいいのかというところで少しでも参考になればなと思います。はい、ではまず自然下でのリチャードソンジリス社会はどのようなものなのかと言いますと、特徴的な部分としてはオスとメスとでは社会性に大きな違いがあるというところです。リチャードソンジリスはいわゆる女系社会ということで、メスがとっても強いらしいです。うちの家族みたいですねなのでメスは近親者、例えば母親とか娘とか、いとことかおばあちゃんと友好的な関係にあるそうです。その一方でオスは全くの単独生活で社会性は持たないです。オス同士が出会えば喧嘩になりますし、メスより体は大きいんですけど優位な立場にいるのは常にメスだそうで、交尾の時期が終わるとオスは子育て中のメスに攻撃されないように移動したりとか狭い範囲で生活するそうです。はい、なので多頭飼い飼育を希望される方はメス同士がいいんじゃないかなと思います。またですね、繁殖を希望される方はメス、オスのペアで買うのもいいと思います。実際こちらのね、先ほど言っていたオスの習性はあくまで自然下でのオスの暮らしですので、一概に飼育下でオス同士が喧嘩するかしないかっていうのは、正直私もオス同士をね2匹飼ったことがないのでわからないんですけど、基本的にはショップの店員さんもあまりおすすめはしないということでした。リチャードソンジリスが産む子どもの男女比率は1対1なんですが、誕生した子どものうちオスはなんと生後 2,3 ヶ月で母親の元を離れるそうです。私生後 2,3 ヶ月のリチャ見たことあるんですけど、本当に赤ちゃんですよね。まだ可愛くて、ただね、自然ではもうあどけない可愛さのまま母親の元を離れ、自分の足で歩いていくって思うとね、いろいろ考えさせる部分もありますけど、その反面メスは母親の近くに住み着くそうです。なので自然下ではメスに比べオスの方が圧倒的に死亡率が高いです。なので大人のメスはオスの3倍から5倍の数になると言われています。ではリチャードソンジリスの飼育を考えている方、じゃあオスとメスどっちが懐くのっていう話になると思うんですけど、単独飼育の場合は正直どちらもあまり変わらない、どちらかといえばメスの方が懐きやすいかなという程度だと思います。特にリチャードソンジリスは性格の個体差がとっても大きい動物なので、そこは飼う前に、迎える前によく理解しておく方がいいかなと思います。ベタ慣れの子もいれば全く触らせてくれないっていう子もいますので、そこはよく考えてから飼育するのがいいんじゃないかなと思います。この情報社会ですね、リチャードソンジリスって調べると可愛い画像とか動画とかいっぱい出てくるんですけど、そういう部分に惑わされずに、しっかりと迎える前にある程度の知識を勉強してお迎えするのがいいんじゃないかなと私は思っています。はい、ということで今回はリチャードソンジリスのオスとメスの違いでした。私この子を迎える時にショップの店員さんに、あくまでリチャードソンジリス鑑賞用だと思ってくださいって言われたんですね。その時その言葉の意味があまりわからなかったんですけど、実際この子たちの習性だったり、そういう自然下での生活ぶりを知っていけばいくほど、ようやくねその言葉の意味を理解できるようになりました。その言葉の意味が何かって言葉で説明するのはちょっと難しいんですけど、やっぱりどんな性格の子であっても命を預かる以上、最後までしっかりと責任を持って飼育するのが私たちのね、人間の役割なのかなと思います。ということで今日はこの辺で終わりにしたいと思います。本日もご視聴いただきありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。